いや、だいたい8階がマックスでしょう。相場は8階だろ、相場は。お、スクイグスロー。あ、来た来た来た。来てほしい、スクイグスロー。楽しいぞ、うちのコンプは。あ、よかった、話のわかる人間で。それじゃ一緒に行こうかな。かわいいじゃん、スクイグスロー。笑い声がかわいいよ。いいね、いいね。これはラッキー。ね、スクイグスローね。背中バッキバキなんだよな。タルカジャヤオヨロズバリか。で、火炎弱点ね。まあまあまあって感じか。ん？あ、なんだ？あ、誰もいない。あ、ここももともといる予定だったところか。これもだから集まっちゃったから、もう倒す必要ないのか。なるほど、なるほど。あ、出た、アンノウン。これ怖いよ、この組み合わせ。いけっかなー。で、落下で、いいね、いいね、いいね。これはいいよ。いい流れ。効くねー。すげえ、147。バイツアラスト何なんだよ。バイツアラストでボム状態に特攻とかだよな、確か。ソーラッカーズやったっけ？うーと。あー、パールバティー。オッケー。なんだ、ピシャーチャだったのか。ピシャーチャ出てくんのか、もはや。地獄だな。え、この部屋なんもないのか。デライト2。え、この階じゃねえのか。あいつら合体したところって。いや、どこだよ。戻んの？いや、死んだ、あ、落とし穴落ちればいいのか。戻んのかい。スイッチ押すの、帰り道も。マジかよ。で、これ本当に帰るので合ってんの？これで上の階正解だとどうしよう。不安感がすごい。よっしゃ。こんなに落とし穴が恋しいと思ったことはないよ。落とし穴やで、どこまで戻りゃいいんだよ。そうだ、普通に落とし穴に戻っちゃってるけどさ、どこまで戻りゃいいのよ、そもそも。いや違う、これここあれじゃん。あ、ここ、これか。じゃ、普通に入っちゃった。マップ埋めてないもんと思って、もう迷宮入りだよ。もう戻れねえよ。だ、一番北に戻んなきゃいけないから。うわぁ、もう、思惑と全然違う。お、ディースレベルアップ。もはや私とあなたは戦友の間柄かしら。ディースソース。ディスソース。ディースあっという間だったなぁ。で、どこまで降りんだよ、これ。あ、なんか起きた、よかった。そこをね、強力な悪魔の反応感知、注意してください。教えてくれるんじゃん、ちゃんと。てか、回復する余裕がね、え、このまま入ったらあれか？まあまあ、もうボス専用に整えてもいいかもな。MP がねえんだよな。いいね、タムリンと竹見な方で、近畿ですよ、近畿。しかも、牙折り持ってて、怪力乱心とヒートウェーブ。いいとこ取りだね。竹見中田の怪力乱心。タムリンのヒートウェーブ。これはいいんじゃないか？あ、出た出た。あー、危ねえ。押すとこだった。え、ジオンが牙折り、怪力乱心、ヒートウェーブ、疾風耐性一部の合戦。反撃も欲しいっちゃ欲しいとこだけど、まあいいんじゃない？電撃無効、疾風耐性でしょ。物理耐性。呪殺も無効。これはいいだろう。HP327。これは強い。ついに近畿まで来ましたか。お、いいね。お、胸から上だけ動く。お前か、俺を呼んだのは。俺を頼るなんて、お前いい選択だな。俺の陽気近畿、よろしく頼むぜ。この属性鬼族が出始めるとね、いよいよ中盤かなっていう感じがするよね。近畿。管を MP 回復しまして、チャクラポットめっちゃ使ってね。管、ディース、パールバティで行きましょう。で、ま、後々入れ替えたりなんだりする。パールバティもちょっと心配だな。チャクラドロップがなくなっちまうよ。これでいくか。よし、行こう。まだ大丈夫だよな。よし。で、あ、ここ？あ、ここね。じゃ、行っちゃうよ。何がで、まあ、アスラって言われてたけどさ。おぉ、何、アスラだ。
石像だね。石化してんじゃん。え、ディストーン使う？石像からは強いエネルギー反応が出ている。だこれにさっきのあれが集まって赤いやつが、いっぱいポポポポンって集まって石像が動き出すってことか。この石像は？すごい気を感じるというか、生身でも威圧されるものを感じるけど。本当にライドウの昼子みたいな感じじゃない？昼子はさ、電波塔にくっついてね、電波塔と合体したけど。え、なんか、めっちゃ BGM かっこいい。悪魔が石像の中に入り込んだ？めっちゃかっこよくない？アスラ BGM かな？アスラ専用 BGM。めっちゃかっこいい。重低音。何体も集まってくる。どんどん来てるぞ。あ、違う、これいつもの BGM だったわ。いつも流れてるやつ、これ。聞いたことあったわ。まあ、動くよね。でけえ！石像が熊の姿に変わった。かっけえな、アスラ。我が巨像をことごとく打ち破った人間どもよ。越権を認めてやろう。我は、かつて人間どもがアスラと称し、畏敬をもって、奉った天魔である。あ、でもこの BGM やっぱ聞いたことなくないか？かっこいいな。デルファイナス騎将の親玉ね。貴様ら人間どもに問う。なぜこの世界から逃げ出そうとばかりする。貴様らがシュバルツバースと呼ぶこの世界は、そも貴様らが現出させたというのに。確かにな。え？なんとなくね、察しはついてましたけど。ゼレニーさん、貴様らの霊は美しい形とはいえ、私欲を貪りこの星を傷つける低俗極まる霊だ。故にシュバルツバースが現れ、貴様らに試練を与えているのだ。故に我が貴様らの精神に入り込み、互いに霊を研磨し合う機会を与えてやったのだ。あ、なるほど。霊を研磨し合うっていうのが殺し合いってことか。じゃ、つまり綺麗な霊っていうのは死んだ霊ってことかよ。だのに人間どもは逃げ出すことばかりを考える。なぜ霊を磨かぬ？なぜ美しくなろうとしない？試練とか競い合うとか、そんな考えおかしいわ。野蛮よ。確かに世の中には悪い人間だっている。でもみんなが規律を守って手を取り合えば、良い世界が作れるはずよ。あ、でもこれアスラはやっぱもう、あれだね。カオスの親玉みたいなこと言ってんだね。で、ゼレーニはもう完全にロールートの、規律って言っちゃってる。争いで人間が良くなるなんて、そんなの間違っているわ。ロールート入ってるよ、ゼレーニ。名前そろそろ青くなるんじゃない？ゼレーニのところ。ゼレーニ名前青くしていいぞ、もう。入ってるよ。形突っ込んでるよ。規律なぞ、ザレ事だ。我は貴様らが古代と呼ぶ頃より、数千年の間この世を見てきた。かつて人間の霊は美しい形だった。強者が民を統率し、民は強者を崇めながらも、自らの非力さを恥じることは忘れなかった。パワーで支配されてた時代か。そう、古代の世界が混沌の中にあったからこそ、人間の霊は美しい形でいられたのだ。争いの中でね。まあ、本当カオスの世界観の説明だよね。ところが何者かの入れ知恵で、規律謎というザレ事が蔓延し、今では人間の霊は腐りきってしまった。規律など力なき者の慰めに他ならぬ。力なき者など死に絶えて叱るべきだ。この世界に混沌をもたらし、人間の霊の劣化を止めなければならぬんだ。そんな、どっちも極端なんだよ。中道で行こうぜ、中道で。地上が腐り始めたのは、そも人間の霊が文明に移そうとかし、腐り始めたからだ。文明を滅ぼせってか。故に我らが使わされた地球の意志に、再び混沌を、力を呼び戻すために。間違いなどない。我らは美しい。ここまで言うても貴様らには分からぬか。何もせずその身の霊も地上も腐りゆくのを眺めるのか、人間の霊が衰えゆくを見過ごすのか。ありもしない言いがかりだ。悪魔がその原因だ。すでに再生を始めている。どうなんだろうな。まあ、言いがかりだし、言いすぎ。アスラさん言いすぎですよ。悪魔がその原因だっていうのもな、その、じゃ、逆にまたその原因は人間だみたいになっちゃうから。だから、鶏が先か卵が先かみたいな話になっちゃうからな。すでに再生を始めているわ、ちょっと。感じがうるせえ。すでに再生を始めているもよくわかんないしな。言いがかりだになっちまうかな。やはり、伏した霊に自身が伏していることを教えることはできぬようだな。言葉で教えるなど、やはり我が柄ではないわ。パワーだな。残念ながら貴様らの霊は美しい形ではないようだな。
我が力ずくで美しい形に変えてやろう。なかなかアスラにしてはあれだな、話は長かったな。あれ BGM これ、戦いの BGM これなんだな。アスラか、魔王アスラ、レベル37。あれ結構差あるぞ、レベル差。何が効くんだろうな、火炎効かなそうだな。あ、ギボアイズさん銃は、銃は通るんだ。物理は、物理通る。火炎効かないか、ジオブフ。まあでもブフよね。ちょっと一回ホックレスしとくか。からの落下じゃあ、で落下打っときますか。アスラローガ、何それやばそう。ミスミスミス、え、何これ、どういう状況。なんか口マークついてないヒートのさ、アグニみたいな顔ついてんじゃん。どういう状況だ。コンディション、マット、マット状態って何、怒りかな。マットってなんだ、ちょっと説明しよう。マットがわからん、書いてない。そんなことある、なんだマットって。まあ、怒ってんだろうけど直しようもねえってことだな。気にせず気にせず行くしかない。あ、言うこと聞かねえんだ、完全に完全に無視だ。マハラギダイン、これは危ない。よしよし、カインジャ来てはいないか。あ、そうか、あ、なるほどなるほど、命令無視して勝手に殴るってことか。ハーク、落下状を積んでいくしかないんだが、パールバディこれバーサク状態ってことだよね。バーサク状態だ、アスラローが。うわー、あぶねえ、いや、あぶねえっていうかもう無理だこれ。ビーツしか言うこと聞かねえじゃん。霊の形を、味方を殴るのかよお前、バカバカバカ。え、これどうすんだよ、え、どうすんの。味方殴ろうとしてる、なんだこいつら。終わった、戻った、どうしたらいい。アムリタで、アムリタなら直せるんだ、そういうことか。あ、殴った、よしよしよし。アスラローがやめてくれよ、あ、よしよし、返した、殺し合ってる味方が。よし、アムリタ必須じゃねえか。じゃあ、あー、どうしよう、これきついね。アムリタ、よし、デクンダ持ってんのかい。っていうことはどうせおそらくデカジャも持ってそうだよな、マハラギダイン。いや、効くね。でもだいぶ抑えられてはいるな。え、ちか、当たんねえんだが、当たんねえのか。え、パールバティに頼むしかない、当たった。アシュラ、あー、絶対強い、なにそれ、強すぎる。あー、弱点だよね、ブーフ弱点だよね。よし、多分物理耐性持ってるよな、アスラ。近畿出しの失敗か、マハラギダン来た、あー、危ねえ。火炎と物理だな、火炎と物理、サイリアンシン、あー、効いてる効いてる、マハブフラー。コープをもっとちゃんとしたいな。 MP がねえな、 MP がない。アスラローが来たよ、うわー、これ厄介だな。エジラマ、敵殴ってくれ、頼む、せめて。ちょっとアムリタでしか直せねえっていうのかな、しんどいな。マハラギダイン、これはなんとか耐えれるけど、毎ターン回復しないときついな。やめろって、バカ。あ、ヒートウェーブしちゃった、間違えた間違えた。とりあえず管直して、砲撃もガンガン使おう。よし、近畿殴れ、それが一番いい。アムリタ、ようやくだな。よし、マハラギダインね。 MP 足りねえ、 MP 足りねえ問題がやばい。メディラマもそんな回復しないし、パールバティ回復ブースターってめっちゃ大事だったんだね。マハブフラもそんな入れてないしな。クダで MP なくなったらクダ入れ替えよう。でももうブフ打てるやついないしな、マハラギダイン。いや、効くねえ、やりきらしい。キンキがダメージソースだな、主にな。キンキ頼む、頑張れ。おい、ちょっと待ってくれ、うち火炎弱点ばっかりやないか。火炎弱点が多すぎるよ。パールバティの火炎弱点間に合わないしな、しかも。いい瞬間、アスラローが全発生。あー、ミサキはやばい。あー、パールバティ、パールバティはやばい。殴れ殴れ、もう足を止めるような殴り合いで決着つけるしかねえんじゃねえのか、こうなったら。なあ、アスラ。
礼を美しくしようぜ。コンセントレート、やめろってお前は殺すな。おい、礼を磨き合おう俺たち。やめろ、味方磨くな、味方の礼を磨くな。あ、赤くなってるぞ。でもやれやれやれ、やっちまえ、殺せ、極炎の、あはは、何それ。180×2 ぐらい食らってた今、よく見てなかったけど。いや、今のでも赤くはなってたから、惜しかったの？体力はそんなにないのかもしんないな。いや、でもしんどかったね。割と運要素も強い、そして。運要素も。いや、おい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 、うってつけのやついるじゃねえかよ。物理耐性火炎無効のやつが、マカミタンだったのね。力が強い、そして。で、テトラカン、ヤオヨスバリ、物理耐性。落下じゃたるんだ、ブフーラ。ヤオヨスバリ、ヤオヨスバリってどうなんでしょうね。テトラカンもぶっちゃけいらねえな。待ってくれ。ま、これかな？テトラカン、ヤオヨスバリ、物理耐性、落下じゃたるんだ、ブフーラ。これだろう。完璧や。マーカーにペラッペラー。お前か俺を呼んだのは。俺を頼るなんてお前いい選択だな。俺を名は真珠マカミ、よろしく頼むぜ。これで行くか。ちょっとユルング作りますか。ゼラロンソースを使って火炎耐性をつけるんですが、火炎弱点なんでね。魔力24からのアイスブレス。これが目的よ。アイスブレスゴリゴリに当ててからのコープが発生すれば、もう短期決戦だな。短期決戦よ。ボコボコにしよう。ユルング、カラフルー。もう、俺様強い。お前、俺様の力頼れ。俺様、竜王ユルング、今後ともよろしく。これで行くしかねえ。これで行こう。マカミ、タムリン、ユルングで行こう。これでもうひたすら、ブフを打っては、コープし。ブフを打っては、コープし。で、もちろん、岬の装備は、これな、アナースン S な。アナースン S。これで完璧だろう。で、さらに、岬の MP もちと回復しておいて。よし。これ、氷結をもう一旦目から連打してやったらいいんだよ。一旦で殺そうぜ、アスラ。一旦切る。ユルングの顔、そこ？マカミも大概だけど、ユルングの顔、そこ？そこをドアップすんの？一旦切るや。よーし、アスラ。礼を美しくしようぜ。美しい形にしよう。もう緩んがいけないかな。氷結撃。このコープがね、3人。これでかいだろ。弱い。おたけび打って。で、落下ちょっと。これでだいぶ軽減できる。で、アスラローが、これなんだよな。これ、運ゲー。はい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 、終了です。はい、運ゲーです。アムリタソーダで、あー、これ使えば一応。アムリタシャワー使う？もう使っちまうか、こんなもん。いらねえよ、こんなもん。使え。ここしかねえだろ、使うところ。まあ、腹切れない。効かないね。よし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 。全然いい。回復する必要すらない。ちょ、ユルングのアイスブレスに入ってみて。まあ、腹切れない。耐えてるね、耐えてるね。おたけび2発目。これで大丈夫でしょ。氷結撃。よし。もうちょっと食らってほしいんだけどな。もうちょっと食らってほしい。やっぱタルカちゃんいるか。当たらねえ、アイスブレス。もっと当ててくれ。もっと当てるアイスブレス。アイスブレスの命中率もなんか防御クリームもふんだんに使っていく。殴る。で、行くんだ。早いな、で行くんだ。アイスブレス。あー、もうちょい当てて。もうちょい当てて。さっきより全然攻撃できてるぞ。さっきより。全然攻撃できてる。いいよ、いいよ。でもどうやらデカジャは持ってなさそうだな。あー、外すんか。デカジャはなさそうだぞ。一回、牙折りぐらいにしよっか。おたけび2回連続でやると、でくんだしてきそうだから、アストロが、はい、運ゲです。あ、これはまあ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 、でも、岬かな。岬だから殴ると、あー、しかもコープにも入れない。なんてこったい。まあでも、これはね、タムリンが直せるから。あ、無理だ。タムリンの MP がねえ、もはや。やべ。よし。デブフラと。コープに入れるのがでかい。でも、だいぶもう、来てんじゃないこれ。足に来てんじゃない。さっきもこの辺で赤くなってたんじゃないか。もう来てんじゃないのか。まだですね。ユルングのアイスブレスもちょっと調子出てきてるよ。極限のミストベイだ。
あ、でもコンセントレートからのじゃないんだ。コンセントレートからのがやばいからな、極炎の闇は。強気突撃、いいね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 。いいよ、いいよ、ボコボコだよ。ボコボコしてるよ。アイスブレス、いいよ、いいよ、いいよ、当たってるよ。いいね、いいね、いいね、いいね。つか、アスラが勝てんだ、ユルングが弱いのかと思ったら。アスラが勝てよ、単純に。MP はまだいけるな。よし。で、多分さっきの極炎の魔も、HP 全開状態は普通に耐えるからな。殴ってくる。よし。アイスブレス。来てんじゃないの、そろそろ。そろそろか？あ、来てる来てる、ほら。足に来てる、足に。押し通せ、押し通せ。このままいけ。押し通せるぞ、このまま。いけるいけるいける。なんかね、食らってるダメージがすげえ少ないようで。ほら、HP が少ないんだよ、アスラ。耐久力はあるけどさ、体力がない。よーし、作戦勝ちだったな。まあ、完全にガチガチに組んでったからな。よーし。俺はだいぶ経験していいでしょ。来たねー。おい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 。上がるねー、ユルング上がるね。上がるねー。上がったとって、やばいぞ、俺強くなりすぎだな。マカミソース。タムリンもレベルアップ。ユルングも、俺様とても強い。ユルングソース。ユルングソース。俺、衝撃の事実だったよ。俺、前の方が頭かと思ってたら、後ろなんだ。顔。尻尾の方なんだ。アスラー、強かったな。人間どもよ。これで終わったなどと思うなよ。おいおい、強き者が正しいんじゃないのか。いずれにせよ地上に混沌がもたらされるんだからな。はははは。アスラー、また出てきそう。いや、でもさすがに死ぬか。ヒメネスと一緒にいる時に出てくるかなと思ったけどね、アスラ。やったね、ミサキ。なんだか後味が悪い勝利だけど。ん？あれは？床に何か落ちてる。お！アスラソース。魔王の尺骨。尺骨ってなんだ？どこの骨だ？あ、出た。プレッツェル。ロゼッタ出る。こちらアーサー。そのセクターのロゼッタ反応はそこにある多様体の他にはありません。そのロゼッタを回収したら速やかに作戦指令室へ帰還してください。いやー、これで終わりか。このセクターの任務は完了よね。さすがに疲れたわ。俺のセリフだよ。いや、それを言ったら美咲の方がもっとそうよね。ずっと戦い詰めで。そうだよな。ゼレンに後ろからついてきただけだよね。あなたはきっとこのシュバルツバースで身も心も強くなっていくのね。私は天使の助けを借りて、ようやくというところかしらね。もうこれ以上借りるんじゃねえぞ。ペ天使の助けをな。いや、疲れたー。デルフアイナス。お帰りなさい、スリ隊員。任務完了、ご苦労でした。持ち帰ったロゼッタを動力班へ渡してから作戦指令室へ。いつもの流れですね。こっからどうなんだろうな。ヒメネスは元気になったかな。タイガースラの奇病にやられ、全滅も考えられる苦しい任務でしたが、よく遂行しました。デルファイナスのロゼッタ入手の終了を承認します。これやばいミッションだったな、確かに今考えればな。本来治癒したクルーは療養させたいところですが、人員が不足しています。任務に復帰してもらわざるを得ません。大丈夫かお前ら。タイに迷惑をかけてしまったんだ。挽回したい。配慮は無用だ。でもなんかトラウマ残ってんだろうな。なんかかすかな記憶があるって言ってたから、ね、味方と戦ったり殺したりした記憶が残ってんだろうね。このセクター、デルファイナスの主要任務は終了しました。作戦は次の段階に入ります。当館はこれまでシュバルツバースの構造解析に努めてきました。ロゼッタの収集と解析。量子トンネルの航行と観測。地上の合同本部との連携による時空位置座標の測定。これらが基幹となるデータを提供してくれました。そして現在最終目的地の推測を終えようとしています。お！ついに道がわかるのか。地上三次元世界へとつながるバニシングポイントの位置予測です。ついに突き止めたの。バニシングポイント。現在最終段階です。まだ突き止めたっていうわけじゃないのか。まあもう二つぐらいダンジョンがあるはずですからね。マップを見る限りね。バニシングポイントは今までとは様相が異なるセクターに存在することが予測され、そこへの航行方法とともに検証される必要があります。すごいな。あ、マクリアリー、久しぶり。僕たち人間ってこんな信じられない世界の謎まで解明してしまうんだ。本当だよな。より高次元の世界の謎をな。やっぱり諦めなくてよかったよ。新セクターへの侵入作戦にはもう少し時間を要します。作戦検討班以外の各クルーは待機しつつ休息してください。
疲れたな、ゼレーに。ヒメネスは今回な、やられて寝てただけか。大丈夫かな？このままここを脱出していいのかしらね、ミサキ。あ、ちょっとペテン師に毒されてきてんじゃない、ゼレーに。そのために必死にミッションを遂行してきたとは思ってるけど。あ、誰この人？機動班の女性。どうしちゃったの、ゼレーに。悩むことなんてあるの？機動班の女性。脱出してここで起きてることを報告する以上に、私たちにできることはないとは思うけど。脱出してもね、悪魔が超量ばっこしてるからな、地上もな。そうすることが地上の人々を救うと約束するわけじゃないでしょう。何かもっとできないかってことだよな。あの時逃げるべきじゃなかった。もっと別の方法を探すべきだった。後でそう思う時が来るような気がするのよ。フラグだな。あなたはどう、ミサキ？心置きなく地上へ戻れそう？いや、心置きなくと言われたらね、確かに、引っかかるところはあるな。早く戻りたいってわけでもない。脱出できるよ決まったわけじゃない。まあ、引っかかるところはあるぐらいが一番近いかな。私ばかりじゃないのね。少し気が晴れたような気がするわ。もっと地上の人々を救えそうな方法が見つかればいいのだけど。そうだなぁ。だこのシュバルツバースのね、あら、ヒメネス。もう体は大丈夫なの？まだ寝てていいんだぞ、お前。ああ、大体な。それに悠長に休んでる場合じゃねえんだろう。いや、ヒメネスがちょっと素直になってたから、脳みそやられてんじゃねえのかって、疑いがあるんですけど。おう、ミサキ、心配をかけたな。ほら、デレネスだもん。プラズマを照射された時にさ、脳細胞が死んでんじゃねえのかっていう。お前が俺を撃ってくれたおかげで正気に戻れたよ。素直じゃん。どうしたん？どこも変わりやないヒメネス。元のように動きてるの。ほら、ゼレーニもちょっと疑ってる。あれ、なんか前のゼレーニじゃない、ヒメネスと違うね、つって。疑ってるよ。これ、洗脳されてんじゃない？洗脳銃で。あ、問題はないぜ。あれ、従順になる成分が含まれてんじゃないのか。いや、そうだな。強いて変わったところを挙げれば。気のせいか、仲間の気持ちがよくわかるようになったくらいかな。え？何言ってんの、こいつ。なってみるもんだな。悪魔付きってやつにも。そうか。一応悪魔に中入られたから、悪魔の気持ちが分かるようになったってこと。まあ、悪魔と合体したようなもんだもんな、一回な。そういうことか。だからどんどん悪魔側に寄ってっちゃうぞ、ヒメネス。そんなこと言ってると。あ、信じられない人。どうしてあなたはそうなの？冗談のつもりかもしれないけど、そういう態度が規律を乱してるのよ。後にゼレーニンなんかマンスマットと合体しそう。いろんな意味で。悪魔同然の姿を直してもらえたのに、悪魔も良かったですって？どうすればそんなことが言えるの？少し改めたらどうなの？めっちゃ怒ってくれるな、ゼレーに。心配してくれてる。どういう気持ちか、わからないだろうな。合体してみたことない奴にはわからねえだろうなってことか。人間同士が殺し合う中で悪魔に守られてたっていう身の上は、そうだ、そうだな、確かに。そうかそうか、人間同士殺し合ってたのに、バガブーはヒメネス守ってたんだよな。そう考えると複雑だな。悪魔を信じちゃうよな。あんまり人間を信じるのも考えもんだぜ、ゼレン。いや、これヒメネスの中でね、大きい出来事だよね。そりゃバガブーあんなに可愛がっちゃうよな。むしろあの狂った姿が本当の俺やみんななのかもしれないぞ。ね、原初の状態はあれだったのかもしれないな。適当にいがみ合っていた方がいいのかもしれないぜ、俺たち人間は。そうだな、爆発しないぐらいな。もうアスラは死んだわ。変なことは言わないでちょうだい。私たちの命は奪い合うためにあるわけではないはずよ。二人ともやめなよ。なんで喧嘩越しで話してるのさ。でも心配してくれてる感じはあるけどな、ゼレーニンには。ミサキ、あんたも言っておやりよ。なにこのお母さんみたいな口調。どうやら俺はまだ完全復活とはいかないようだな。シャワーでも浴びて、ダメなら医療室で相談かな。それじゃな、ミサキ。丸くなったもんだね、姫ですね。皮肉のエッジが効いてないな。皮肉を言わなくなったな。